駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。今日もサムちゃん、はい、これでねおかわり4回目ですけど、ラストこれで1000枚目200 ね、これで本当ラストにしてくださいよ、はい、これ出してくださいよ、出したいと思います。さすがに私も疲れてきたんで、ラストチャレンジ行きましょうか。はい、行きましょう。まあこれで出ないとね困っちゃいますよね。もうなんていうの、ちょっとなんかこうカメラ回してるんですけどネタが尽きちゃいまして、どうしますか。だってもう1時間以上経って撮ってるから、さすがに何を喋っていいのかもうわからないんですよ今。どうしますか。もうじゃあ最近のおさむちゃんのギャンブル遍歴でも。あ、最近はね、来年は大阪にさっき2回行くって言ってるんで、パチンコと競馬あれして。大阪でもパチンコ競馬やんの？やります。じゃあなんか大阪でそういう競馬場とか行ったりとか。いや、馬券場だけです。競馬場は行かないです。だったら東京でも買えるじゃん。そうです。で最近やっとなんつうの達成したんで、達成金額、儲け金額が38、約40万近く稼ぎました。大阪行くために。でも今までだってそれ以上に負けてたんじゃないの。いや、まあそうですけど、でも一応ね、お土産こうイコールこう旅費をこうあれするのに40万貯めました。そうだけどさ、40万貯めたって言ったってそれ以上に突っ込んでんでしょ今まで。そうなんです。でも頑張って貯めたんですよ。いや、貯めたっていうのギャンブルで買った金は、で負ければさ、なんか人に八つ当たりしたりさ、寸胴蹴っ飛ばしたりしてさ、こうない、どうなってる。若い頃はさ、そうやって八つ当たりはどこに八つ当たりしてたの。いや、だからその寸胴を蹴っ飛ばしたり、そういうのでストレス解消してました。蹴っ飛ばしたり他には。あ、他にはあの自宅でリモコン ぶん投げたりテレビの。どこに当たってたんだ。はい、リモコンぶん投げて壊したりとか。そうです。それがだから最近は館長に八つ当たりするようになってきたんですよ。いうものに壊さなくなったんだ。はい。他には何壊したの、リモコンの他には。テレビ壊しました。つい投げたリモコンがテレビの液晶画面に当たってしまって。それは当然館長ももう見当ついてると思うんですけど、お父さんに張り倒されました。当然だからお父さんにさ、競馬やめろって言われないの。あ、いや、もう諦めてます。そんだけさ、リモコンとかテレビとかさ、ぶっ壊されてさ。テレビ壊した時は当然お父さんにぶん殴られて歯が2本取れま、抜けました。情けないことに。そうなんだ。はい、やっちゃいけないことをやっちゃったんで、それはもうしょうがないです。自分が悪いんで。え、グーでパンチされたの。そうです。でも、ね、しょうがないです。自分が悪いんで、それは。でも自分の息子をさ、歯が折れるまでさ、いや、一発です。一発でノックアウトです。へー。でも昔だったんでね。そうです。 今やったら多分ちょっと問題になります。昔ってどんぐらい前。高校生ぐらいの時。え、高校生の時。高校生の時。あ、一枚多く入れてしまった。あ、したらじゃあ他のボタンを押して喋ったら、ありゃ あおさむちゃん、ちょっとお疲れモードになってきました。いい加減になってきました。ちょっとどうしよう。え、高校生の時競馬やってたの。はい、もう悪い子だったんで。あ、そうか。もうこの時就職してたのか。はい。でもあれじゃないの、あれ、こう競馬って18歳以上
あ、いや、あの、だから、どうしただから、一緒に行って、他の人にこう、買わせてやってましたそういう感じです。でも、それもっと飲み行為はおさむさん、悪い子ですだって、昔あの、なんつろう一般台っていうパチンコで、あのお父さんと一緒にパチンコやってました幼稚園の時。昔はねパチンコ屋はまあそうだったけど。そう今はねもうあの子供は入れないんで結構厳しいですもう。昔はそんなに警察もねちょっとゆるあの法律的緩かったんでね。それでお父さんに。グーパンチされたんだ。あ全然当たんないっすよ。グーそれともパー？グーです。すごい厳しいね。いやしょうがないです。ほら。まあそうか液晶壊せるからか。えでもだって20年前に液晶テレビって珍しいじゃない？ああやっちゃった。20年前の液晶テレビってさちょっと早くない？いや。20いや。そんなことないんじゃないですか。だって、おさむちゃんが18年とか乗ってたらもう25年ぐらい前？今40ですかね。あれ、計算合わないかな。22年ぐらい前に液晶テレビ出てたっけ？出てたか。出てたと思います。あ、出てたか。あ、そっか、これ1枚、そっか、突っ込んじゃったから合わないですね。最後3枚で。さいくらさテレビぶっ壊したからって言ったってさ我が子をさ歯が折れるまでグーパンチするかね。いやたった一発ですよ。たった一発でゲームを、おいおいおいこれで5回目じゃないですか国取りちょっとえそれで気絶したの。え気絶したの。いや気絶まではしなかったです。もう国取りから当たってくれです。横パンチそれとも正面からパンチ。横パンチです。うわでもしょうがないです。で横パンチだったら奥歯が折れちゃったの。この辺です。あでもしょうがないです。奥歯が2本はい八つ当たりする方が悪いんで。そうだけどさ、でも歯直したらだって歯の方がテレビ台より高くついてたんじゃないの。いや、テレビの方が高いんでしょうか。そう。でも、まあ話別なんですけど、この間ちょっともうテレビがあのもうずっと使ってたんで映らなくなって、おさむちゃんはあの 4K テレビを導入しました。購入しました。すごいじゃない。4K って言ったら何インチの？42インチで。でかいね。はい、5万いくらで買いました。え、4K が今5万いくらで買えちゃうんだ。何？中古です。あ、うわまた真上と真下で。なんで中古で買ったの？いや、予算が。大阪に行きたかったんで。でもさ今だって 4K 放送が少ないからさテレビ 4K にしてもさあの番組が 4K の番組放送しなきゃさ、はい、そうです。綺麗に映ってる番組ある？あ結構あります。へあの映画なんか結構綺麗に映ってるんで。あのこの間 4K テレビ買ったのを忘れて、うん映画エイリアンっていうのを見ちゃうんですよ、うん、そしたらあんまりにも、うん、あのなんていうのあの映像が綺麗だったんでびっくりして後ろにひっくり返りました。でもエイリアンって一番最初のエイリアン。そうです。あれでもさあれフィルムで撮ってるからさ 4K にしても綺麗になるの。結構すごい綺麗です。へー
あ、じゃああれか、あのフィルムからのデジタルリマスターとか言って結構綺麗にするのかね、デジタルに。そうだと思います。いきなりなんか人間の血がドバッとあれした瞬間に、ま、おさむちゃんそろそろ当てないと電池バッテリーもなくなっちゃったよ。いや、あの、バッテリーがあともう一個もう一個のそろそろ当ててくんないと電池が、あ、また0と2のパターンだね。あの、言っていいですか、おさむちゃんとあのカメラマンの岸館長も、あれ、あ、押さないとダメ、2人とも疲れてきました。そう、もうカメラマンも、うわー、またそこか、ま、だってさっき0来て2来て2って次は来るんじゃないの。いやー、もうねえ、おさむちゃんも私ももうカメラももうバッテリー切れで、もう自分たちもバッテリーが、あれ、なんか随分多く回りましたね、なんか今。なんか多めに回ったような、サービスかしら。全然当たんない。もうカメラ充電したのにもう2時間ぐらい撮ってたのかな。頼むよ、全然来ない。レイジャーの他に何見てんの。あ、最近はあの古いドラマ西部警察見てます。あれでもだってテレビドラマだからさ、綺麗に映んないでしょ、 4K でも。いや、だいぶ結構綺麗に映ってますよ、やっぱり。そうなの。そういうなんかだってあれはだって昔のさ、アナログテレビのさ、はい、ドラマだから、画面がさ 4K になったってさ、元のそのなんちゅうの、フィルムっていうかさ、ビデオがさ、あれだったら綺麗になんないんじゃないの。でもなんか多少綺麗ですよ、結構。うわー、らららら、おさむちゃんパニック、どうする、うん、どうする、どうする、アイフル、電池もあとどんくらい持つか、ここまで撮ったことないですよ、ないからね。サムちゃんのもうオンリーワンオンステージになっちゃった今回。そう、最後これ10円使いますか。来たかと思った。え、あ、なんだ、びっくりした。ちょっと、あ、あれ2枚損してる。あー、なんかあれ、そう、なんかまたじゃあ名前壊しちゃったのかな。どうしました。じゃあ最後はじゃあ2枚で、はい、すいません。あー、これラストです。来たから、あ、ほら今もう、あ、やってもうた、もう使ってます、もうさっちゃんダメだ、どっちにしても。ラストはもう結局2だったし、皆さんごめんなさい、1000枚使ったんですけど120枚出せませんでした、ちょっとバッテリーもあれなんでね、じゃあ今回はね、はい、これで終わりにしましょうか。ギブアップで。でもじゃあ今回はまあギブアップだけど、じゃあこれ近々リベンジ戦やらないといけないですね。はい、近いうちにまた遊びに来ます。でその時はリベンジ戦では必ず100人枚出してくださいよ。はい、わかりました。じゃあね、今回はまあちょっと100人枚出せなかったですけどね、はい、次回は必ず出すってことで許してくださいね。じゃあおさむちゃん、いつもの締めお願いします。次回は120枚リベンジしたいと思います。はい、皆さん新しい動画楽しみにしててください、はい、さようなら。さようなら。全国のちびっこ諸君、次回は120枚出すぞ。